8時ちょうど今日はこのブロックで上塗りをしていきます。説明書を読んでるうちの看板ネズミ看板じゃあちょっと仕事だろうかな鼻で笑っちゃいました。今日は塗るんですね。塗りますよ。仕事あるんですよ。仕事塗る。ここにそうですね、ビブロを塗っていきます。今日は普通のビブロやったら、普通の本当のホワイト、はい、色が、はい、ホワイトの色になってしまうので、はい、今回はちょっと色を選んでもらって、はい、その色をつけるんですね。そのセレクトから、はい、これはこの色を一緒に混ぜていくんですね。1体につき1袋1袋混ぜて、1体にちょっと 4袋この1たるに対して4袋になるんですね。ちょっとで先にちょっとはい、ごちゃごちゃにならないように4袋分だけちょっと出してちゃんと仕分けしてるんですね。今日ちょっとうちの従業員が作ってくれたんですから、ね、ああここで1リットル出します。ああ、1リットルなんですね。まず最初カラーを混ぜるんです。カラーとボンドを一緒に混ぜるんですね、うん、これとこれがペアですね。はい、はい、ペアとこの逆向きのボンドとカラーがを4つ分入れるんですね。4セット分で1リットルのもんで、あと800だけ入れて、はい、次に先にボンド入れるんですね。そうですね、これボンドなので、そこら辺に置いておくとどうなりますか。ボンドなので、あ、そうですね、そんなこと考えたことなかったです。そうですよね、親方が使ってます。おいっちゃうこれ水下あるもんで、上から入れずに、まあ下からね、はい、ここのところ用意して、はい、これ2つ、はい、水とボンドを入れたんですね。ボンド4セット分入れて、でこのセレクトカラーを4つ、これ入れるときにちょっと気をつけることがあるんです。中の方で溜まってるっていうのが分かりますか。はい、溜まってる、濃い部分が溜まってるようなイメージですね。ちょっとよく揉んで、はい、なじましてから出した方が。もみしたさん、じゃあそうやって揉んでいくんですか。そうですね、こうやって揉んで、今ちょっと開けちゃうから、これを4つ入れるってことですね。はい、こういう感じで一回ペラについたやつを洗うんですね。この綺麗な水でぐるぐるぐるって回したら取れるんですね。混ざった状態で、でビブロシ、ビブロシルキー HG、 でこれも下、一番下からゆっくり入れていくんですね。事前にブロックの目地が塗った後に浮いてこない目地処理剤を塗って、で今からこれを塗って練っていきます。はい、森下流、ちょっと声が裏返ったんです。はい、はい、森下流ビブロ生クリームの完成。あ、完成ですか。これは何にトッピングすれば美味しいですか。センターさんのヒゲ剃る時のシェーバーで、の毒になかます。で、これで、少し、はい、20分ほど寝かすんですね。寝かすですね。Yeah.
今日ダメだったのか。取られた。頭に。あ、ほんまや。ついてますよ。うん、これ上田さんもやられたんですよ。あ、そうなんですよ。僕もやりますよ。え？僕もやりますよ。だから親方やるんですよ。うん。鼻こっちだろうか。何？外交女子募集してます。あ、そうですね。事務員さんと。はい。年齢は、まあ、高校卒業。ちょっと、パソコンに自信があるとか、外で。18歳から。何歳ぐらいだろうな。米田さんの年齢考えとかなあかんからね。まあ40歳ぐらいまで。まあ、そんな言うてられないですけどね、今の時代ね。ね。恋人募集中。疲れ切ってますね。え、もう疲れたらそう。ぶっ通しですからね。はい、朝、え？ 8 時半から始まって、はい、2時半ぐらいですか。はい。ずっと寿司がね。さっき飯食って、はい、飯食って休憩しやったら、ビデオカメラ持ってきて、回されて。ほんで帰ろうかって、帰ってくるんですよね、このパターン。そうですね。ちょっと編集したいから。うん、ありがとうございます。で、僕らは、まだ仕事しないといけないです。はい、で明日は、カメス、フェンスします。10時半まで。はい。2時間半で、はい、終わらせちゃいます。あ、ほんまや、めっちゃついてある。ついてる。あれ？おい。遅れて。聞こえて